こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画はワンちゃんのですね、肥満によって起こるリスクですね、肥満によって起こるリスクですを7つ選びましたので、ぜひね、最後まで見てもらいたいなと思います。で、一つ目のリスクなんですけども、一つ目はですね、肝臓に負担がかかるっていうのがね、考えられますね。肥満になると、まずですね、その肝臓ということで考えるとですね、そのまずインスリンの働きがね、落ちるんですよね。これはあの膵臓のから出るね、インスリンっていうのは血糖値を下げるホルモンなんですけども、糖尿病になってもね、同じですけどね、糖尿病も、インスリンの出が悪くなったり、インスリンの効きが悪くなるんで、結果一緒なんですけど、インスリンっていうのはですね、血糖値を下げるっていう、効果はよく知られてますけど、他にもその脂肪をエネルギーに変える役割っていうのもあるんですよね。で、全身にね、ある脂肪がですね、その肝臓に運ばれるわけです。要はそのインスリンの働きがね、悪くなるがために、脂肪をエネルギーに変えれないから脂肪が溜まるんですね。それでその脂肪がですね、肝臓に運ばれてきて、それで肝臓に脂肪が溜まりやすくなるんですね。で、結果その脂肪肝になりやすくなるんですよ。で、脂肪肝っていうのはね、ほっとくと最悪ですね、その肝硬変になることがあるんですね。肝硬変って聞いたことあると思いますけど、もう肝硬変になってしまうと、もう治らないような状態になってしまうんで、それと、肝臓もね、機能しなくなってくるんですね。で、結局肝臓ってね、化学工場とかね、結構言われてたりするんですね。肝臓でこういろんな物質がですね、エネルギーに変わったり、なんか溜めたりとか、もろもろいろいろ化学変化を起こさせるとこなんで、その肝臓が機能しなくなるっていうのは、例えば有害なものをね、有害なものをこう化学変化でこう、ね、無害な状態にしたりとかね、してくれてるので、これができなくなるわけなんで、死亡リスクが、毒がね、全身に溜まる安くなるわけなんで、死亡リスクが高まると。2つ目としてはですね、リスク2つ目、肥満によるリスク2つ目、心臓に負担がかかるということですね。まず大前提を言わせていただくと、心臓っていうのは全身に血液をね、送る役割があるんですね。血液っていうのは、栄養とかで酸素を送ってたり、逆に老廃物をもらったりとかね、二酸化炭素をもらったりとかしながら、こうね、血液で全身を循環しているんですけど、当然ですね、その脂肪もね、体の一部なので、脂肪にもですね、血液を送るんですね。ってことはですね、肥満になるってことは、脂肪のね、蓄積量が増えてるってことなんで、肥満によってね、余分な脂肪にも、血液を送る必要があるわけなんですよね。心臓は血液をね、送るポンプの役割してるんで、いっぱい送れなきゃいけないから、心臓が頑張るわけですね。負担が増えると。それによって、高血圧になったりとか、心不全の原因になるよと。心臓が頑張るわけなんで、めちゃくちゃ頑張る。力入れて頑張るから、圧力が高まるわけですね。めっちゃ頑張るわけなんで、だから圧力が高まるから、高血圧になったりとか、心臓がめちゃくちゃ頑張るってことは、心臓がもう耐えきれなくなってね、心不全を起こしたりとかするかもしれないよってことですね。それから3つ目のリスクとしては、関節なんかのね、病気になるね、確率が高まるよってことですね。これは分かりやすいかもしれないですけども、肥満になると体重が増えてね、そう、体に負担がかかるわけですね。で、体にこう肥満になってこう太ってしまうんで、こう大きくなるから、こうね、下に力がこう重力の影響とかね、働いて、こう関節ね、こういったところ、こういったワンちゃんの足のこう関節が、こういうところね、こういうと 股関節があったり、膝の関節があったりとかね、
肘の関節があったりとかね、肩の関節とかね、まあ、そもそも背骨もあったりします。こういうところにこうね、力がこう加わりやすくなってしまうわけなんですね。なので、あのこうかね、あの例えばですけど、椎間板ヘルニアっていうね、背骨のこうね、ここの背骨のところにある、まあ、脊髄ってね、背骨の神経のところをにもですね、影響が当然出てくるわけですね。それで椎間板っていうね、この背骨ですけど背骨にこういう骨がねあるわけですけど、そこにですね、脊髄って神経がねこう走ってるわけなんですけど、これは別動画でね、まあ、めちゃ詳しくは椎間板ヘルニアの動画でね、めちゃくちゃ詳しく解説してるんで、ここはもう簡単にしか言わないですけど、じゃないともう7つのリスクがあるんで、もう言い切れないんで、あの簡単にねここで言いますけど、まあ、椎間板にね、こう椎間板っていうのは、こうね、この椎間板っていうのをね、この髄核、ややこしいですけど、これ髄核っていうね、真ん中のところと線維輪っていう、こう周り取り囲んでるのがあるんですけど、それ合わせて椎間板っていうんですけど、こうね、負担がこうね、重力がこうねかかってこうくると、負担がかかりすぎてですね、そのこう髄核っていうのはね、こう脱出っていうのにしてね、こう普通はこうなんですけど、こう髄核って真ん中の方が脱出してきて、これあのこうなんていうかな、ワンちゃんを頭からこうね見て、こっちの方にこう体があって尻尾があるわけなんですけど、こう背骨を見てるような感じですね。そうすると、こう背骨の方、この背骨がこうね、あるとこ、このこう脊髄ところをこう髄核がね、こう圧迫して、こうね、こうやって圧迫して、こうね、で、脊髄をね、圧迫して症状が出るんですけど、これ椎間板ヘルニアって言うんですけど、こういうのになりやすくなったりとか、当然関節なんかもね、今言ったように暇になると関節なんかもこう負担かかって関節炎を起こしたり、全十字靭帯の断裂っていうのは、その、まあ、こういうね、膝のところとか、こういうところ、こういったところに靭帯っていうのがあるんですけど、そういうのが切れちゃうよと、もうあまりに重いと。めっちゃ痛いんですけど、ワンちゃんもね。で、診断は結構ね、基本的には全身麻酔とかして、これだと、まあ、こう押したりとかしなきゃ痛すぎますんで、そういう、まあ、全身麻酔基本かけて、まあ、検査して、こう診断するんですけど、まあ、こういったの断裂したりしやすくなるよってことですね。4つ目としては、手術リスクが高まるよと。麻酔薬使うと、麻酔、まあ当然手術は麻酔かけるの前提ですよね。で、麻酔かけるんですけど、麻酔ってこうね、脂肪に吸収されちゃうんですね。脂肪にもね、吸収されちゃうんで、痩せてるワンちゃんよりも、その、肥満のワンちゃんの方がね、麻酔薬の量を増やす必要性があるんですよ。だからそうしないと、その、肥満のワンちゃんはね、脂肪の方に麻酔取られちゃって、麻酔が、要はワンちゃんにとって痛みをな、抑えてあげたりとか、意識を失わせるとかね、そういった効果が得られないんですよ。脂肪の方に取られちゃうんで、麻酔がね。だから、量を増やさなきゃいけないんですね。まず、肥満のワンちゃんは。でも麻酔薬って本当にかかりすぎると心臓がね止まったりとか呼吸が止まったりとかすることもあるんですね。まあ、心臓が止まるっていうのはもうよっぽどですけど、もうこれはもう危険極まりないんですけど、呼吸は止まることはあるんですよ。だからその人工呼吸器をつけて全身麻酔をするわけなんで、で極力止まらないようにね、そんなに深くないようにするけど、浅すぎても痛みが出るんで。だからもう本当にまあすごくこう麻酔を、まあ、麻酔の量はねすごく調節してやるわけなんですけど、まあ肥満のワンちゃんはすごくかかりづらいからいっぱい麻酔薬を使うよと。だからまあ呼吸がね止まりやすくなったりとか、いっぱい量使うんで、心臓が止まりやすくなったりとか呼吸が止まりやすくなったりするリスクがあるんで、普通のワンちゃんよりも手術のリスクが高まるよっていう。あとはね、その他にも肥満っていうのは当然脂肪がねいっぱいできるわけなんですけど、脂肪もねやっぱ体の一部なんで、血管があるわけなんですよ。血管があって栄養を与えなかったら脂肪も育たないんで、あるいは脂肪のその組織をもらってね、また全身に栄養
こうね作ることもできないんで、血管がやっぱり走ってるんですね。ってことになってくると、手術時にお腹に脂肪があったら、例えばあの例えばメスのワンちゃんだったら避妊手術をするとなったらお腹を開けるわけなんですけど、脂肪だらけだともうそのお腹を切っていく時で脂肪もうそれだけで出血しちゃうっていうね。だからその出血しまくるんで止血しづらいんですね。だから出血量が多くなりますんで、血を止めていかなきゃ先進まないんで、まあ、電気メスを使ったりしたとしてもですね、結構時間かかるんで手術時間も長くなる、麻酔の量も増えるわ、手術時間も長くなる、手術時間は短い方がやっぱりリスクは低くなるんですよ。手術もね、手術時間が長くなるってことは手術のリスクが高まるんですね。当然麻酔をかける時間も長くなりますしね。だからあの肥満っていうのはもうあんまりいいことないよってことですね、手術に関してね。それから5つ目としては呼吸リスクですね。こうね、あのワンちゃんは四つ足動物ですね。人間はね、二足歩行でこうね、顔があってね、こう胴体があってこうね、あの足が、あ、まあ、骨盤があって足があったとして、こう二足歩行なんでね、ここにこうね、あの胸があって肺があってこうね、呼吸してるわけですけど、こっちの方にね、こう力がこういってるわけです。ワンちゃんは四つ足動物なんで、例えば暇になるってことはこういうとこね、こういっぱいこう脂肪が増えるとですね、こう増えてくるわけなんで、こっちの方にも、こっちの方ですね、こっちの方、こっちの方にもこう脂肪の影響が出るわけですね。人間が例えば太ったとして、ここが太ったとしても、こうあのこっちの方にこう上の方に圧迫するよりも、やっぱ重力の力で下の方行くわけですけど、ワンちゃんの方だとやっぱりこう下も行くかもしれないけど、こんだけこういう増え方するとこっちの方にもね、当然横の方にも、人間だってね、横の方にも脂肪の影響行くのと同じで、ワンちゃんも横の方にもね、こう脂肪の影響行くわけですね。となったら当然こう肺が圧迫されちゃうんですね。肺がこうね、胸があってこう肺がこうあったとしたら、脂肪がこう圧迫してきたら、当然こう息を吸う量が減るわけですね。胸圧迫されて1回の呼吸で肺に入る酸素量が減るんですね。だからこう胸があってね、こう肺があった時にこう圧迫されてるわけですよ、脂肪で。だから呼吸できる量が、息で吸える量が減るわけですね。だからそのあと、もちろん胸の中にも脂肪がたまるわけなんで、だからこうね胸の中にもこう肺があってね、こう圧迫されてくるわ、胸にも脂肪があるわ、でこう吸える酸素の量がこう減っちゃうんですね。いろんなこういう胸の中の脂肪と、ね、お腹からの脂肪の圧迫で呼吸できる量が減っちゃうんですね。だから1回の呼吸で肺に入る酸素が減るから、でも酸素、必要な酸素量は痩せてても太ってても体の大きさが同じだったら、まあ基本同じだと思うんですけど、そうなると、まあ、もちろん太ってる方があの脂肪の方にもね、いろいろ栄養いかなきゃいけないんですけど、まあ、同じだと思ってもですね、やっぱりその呼吸1回に入る酸素量が減るわけですから、暇になると、となると1分間で呼吸する数は増えなきゃ足りないですよね。だから1分間の呼吸数が増えるってことは、はっ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 てなるわけですよ。いっぱい息吸わなかったら、普通のワンちゃんぐらいの酸素を取り込めないから、いっぱい呼吸するわけですよ。だから要するに、簡単に言ったら、太ったら息苦しくなるよってことなんですよ。なんか ややこしい理屈をここまで言ってきましたけど、理屈はこういうことで、でも簡単に言ったら、太ったら息苦しくなるんですね。苦しいんですよね、しんどい、かわいそうですよね。で、次にリスクの6つ目としては、体温調節がしづらくなるよと。でこう脂肪組織、脂肪っていうのは、あの特徴としてはですね、あの温度が上昇 しにくく、加工しにくいですね。だから要はこう体温が上がったり、熱を
なんていうかな、暑くなったり寒く冷たくなったりできない、しづらいよってことなんですよ。体温調節がしづらくなるよ。例えば真夏になって体温が上昇すると、さすがに太ってたら熱中症にならないわけはないですよね。太ってたって熱中症にはなる。やっぱりいつかは体温が上昇しちゃうんですね。で、一回だってじゃあ体温が上昇しちゃうと、真夏で太ってる子がですね、今度下がりづらいわけなんで、下がりづらいわけですね。こう温度調節がしづらいんで、ってことは熱中症になりやすいわけですね。大丈夫ですかね。あの、いつかやっぱ体温が上昇するわけですよ、やっぱ。だからその上がってしまったら、細い子だったら体温が一回上がってもね、例えば冷やす処置をするとか、ちょっと別の部屋に行ってエアコンの効いた部屋に行くとかで体温が下がるわけですね。もうでもこうなんとかな、普通のね、あの体温に戻るんですけど、でも太ってる子だと一回体温が上がっちゃうと下がりづらいんで、例えば冷たい部屋に行っても、寒い涼しい部屋に行ってもなかなか下がらないから、熱中症になるリスクが高まっちゃうんですね。熱中症についてはもういっぱい動画作ってまして、1本が2本じゃないんですけど、別動画でね、めちゃくちゃいっぱい解説してるんで、まあ、概要欄にね、こっちも貼っとくんで、こっちも見てほしいですと。今動画撮ってるのがね、7月の上旬なんで、まああの、なんていうか、この動画を見る頃はちょうど熱中症の時期ですからね、まあ、見てほしいなと思いますと。次7つ目、最後ですね、糖尿病にもなりやすいぞということですね。あの糖尿病っていうのはね、インスリンが不足したりとか、膵臓から出るね、インスリンが不足したり、インスリンは出るけど効きにくくなったりして血糖値が高くなる病気のことなんですけども、症状はね、退院多尿とか、痩せる、もう末期になってくると痩せたりとかするんですけど、まあ、暇になるとその脂肪の量が増えて、でその脂肪ってどんな作用が、脂肪細胞ってどんなことしてるかっていうとね、インスリンの作用をブロックしちゃうんですね。だから血糖値を下げる作用をブロックしちゃうんですよ。インスリンが効きづらくなるんですね。だからインスリン出てるかもしれないけど、インスリンが効きづらくなっちゃうんで、こういうのをインスリン抵抗性っていうんですけど、まあ、結果糖尿病になっちゃうっていう可能性が高まるってことですね。まあ、以上ですね。この動画、参考になったような方はね、今回7つ説明しましたけどね、参考になったよという方は、いいねボタンとチャンネル登録と、よろしくお願いします。やる気がみなぎりますからね。よろしくお願いします。それでは失礼します。